型コロナウイルスに対応する特別措置法に基づく千葉県の休業指示に応じない松戸市上敷のパチンコ店、アムディ東松戸に対し、同市の本郷谷健二市長が5日、同店を訪れて営業を自粛するよう求めた。市長の同店への直接要望は、指示が出た3日に続き2度目、写真。店舗前で緊急事態宣言発令中の横断幕を掲げて、営業と入店の自粛を呼びかける松戸市職員イコール松戸市開店直前の午前10時前には市職員が、新型コロナウイルス、緊急事態宣言、発令中、と書かれた横断幕を店舗前に掲げ、市長が3密を控えるよう外出自粛を呼びかけるチラシを利用客や市民に配りながら、協力を呼びかけた。同店の駐車場はこの日も、県外ナンバーの車を中心にいっぱいに。市長は午前10時過ぎ、店内で店長に会い休業を求める要望書を手渡した。この後、報道陣には、感染拡大を心配する市民が多く、看過できない状況だ、とした上で、客寄せにつながっている面はあるかもしれないが、市民の命を守るため営業をやめるまで要望は続ける、と話した。午後には東京、上野の同店本社に出向いたが、社員は不在だったため要望書を郵便受けに入れたという。同店前では午前9時半頃から、マイクを手にした複数の男性たちが、営業やめろ、帰れ、などと叫び声を上げ、利用客と怒鳴り合いになるなど一時騒然とした雰囲気になった。入店する市内の男性会社員、56は、なぜ、パチンコだけ非難されるのか。クラスターの話は聞かないし、みんな、大声で話すわけでもないのに。と自粛要望に首をかしげた。一方、通りがかりの年配女性は、本当にひどい話。法律を変えないとダメなんですよ、と営業継続を批判した。